はい、酒好きの新潟人の飲酒動画始めていきます。今回は、生ビール。札幌の日本ピルスです。日本を味わうプレミアム。国産原料 100%。アルコール度数 6%。また 6% だね。限定醸造。もうやっぱ限定醸造だね。で、原材料が麦芽とホップ。となってます。日本の麦芽とホップだけを、厳選し、丁寧に作りました。上質なコクと心地よい苦味をお楽しみください。となっております。美味しいか。それでは乾杯。なんだこれ。これエビスだぞ。これほとんどエビス。エビスよかちょっと甘い？甘いな。エビスのあの独特な味。これほとんどこれエビスだ。あのエビスよか。甘い。エビスよか若干甘いですね。あ、でもうまいわ。でもやっぱエビスの方うまいな。やっぱ札幌だけあってエビスっぽいね。すっげえエビスに似てる。これエビス好きな人だったら、美味しいと思いますよ。日本プレミアム。日本ピルスか。これあれだ。完全にエビス。に近い。でも、苦味も結構強いね。甘みも強いけど、最初こう、口に含んだ時に苦ーってなって。で、なんか後から、甘いなーって、後味が。来る感じ。いや、苦いっていうか、なんか、例えで言うと、あれだね。コーヒーの砂糖入れたコーヒーみたいな。甘いんだけど苦いんだよな。でも、はっきり甘みが、エビスに比べると段違いで甘いね。ここまで甘いビールもなかなか珍しい。糖類入ってないけどね。糖類入ってなくて、自然な甘みなんだけど、自然な甘みで、バグアとホップだけで、こうも甘いかっていう。やっぱでも、糖類が、入ってないだけで、こうも違うかって。ビールで、ね、意図的に糖類を入れてるのに比べると、断然、こっちの方がうまい。12月8日より、全国で数量限定発売します。食の安全安心への意識の高まりや2020年のオリンピック日本開催決定などをきっかけに日本の素材や原料に着目した商品に関心が集まっています。そのような背景の中、当社の強みである原料へのこだわりを具現化した商品をお客様にお届けしたいという思いのもと本商品は開発されました。1876年の創業以来、原料に徹底してこだわり、世界で唯一大麦とホップの両方自社で、育種、開発し、共同契約栽培により安心安全で高品質な原料作りを続けてきた当社ならではのオンリーワン商品です。
原料の麦芽は旨味成分の多い北海道産大麦、両府と醸造品質に優れた埼玉県、産の、大麦、彩りの星を採用。さらにホップはふくよかな香りの北海道富良野産ホップ、リトルスター。豊かな苦味を引き立てる東北産ホップ。新州早いく。これ何でもない。を採用しました。上質なコクと苦味の、心地よい苦味が特徴の、日本ピルス。一年の締めくくりを祝うのにふさわしい美味しさを、ぜひお楽しみください。いや、でもこれは、甘みがある。自然な甘みのあるエビスみたいな感じ。もう一口飲むともう、あ、エビスだってわかる。だけど、全然甘みが。エビスって基本的に結構苦めなんだけど。もう断然、それに甘みが足された感じ。全然美味しい。全然美味しいけど、やっぱりエビスの方がうまいなっていうのはわかる。確かに甘みが自然なんだけどね。ちょっと甘すぎるなって。正直。これやっぱ、やけに、あれだね、甘みが強いね。いや、自然な甘みだから甘みのあれとしてはいいんだけど、やっぱもうちょっとこう甘み抑えられてた方がいいかなっていうのはありますけど、エビスが好きなんだったら一度は飲む価値はあると思います。結構エビスに似たビールってなかなかないんでね。うん。エビスの独特の苦味と香りっていうのは結構エビスしかなかったりするんで。でもこれは甘さ以外はエビスにそっくりだね。これは美味しい。美味しいけど、まあ四つ星ってとこだな、これはな。まあうまい。ちゃうまい。コク。これは甘いですよ。かなり甘いです。かなり甘いです。うん。でも美味しい。やっぱ恵比寿の作った会社のね、札幌だからできる。この味わい。いいですね。4544です。ご視聴ありがとうございました。